宇和島朝市。石川の旅を続ける作曲家源哲也さん、能登にも何度も訪れて能登の歌もたくさん生まれました。いやー見えてきたわ。もう能登といえばね、この見附島はまあシンボルの一つだよね。そうですね。今回変わってしまった風景を目の当たりにしました。あーこんなになっちゃったんだ。ちょっと崩れてますね。うわ、源さんのお気に入りの風景の一つだった珠洲市の見附島、ミュージックビデオにも収めた思い出の場所です。いやちょっと見るとね、こう尖ったさ、こう船がねこっちにガッと近づいてくるようなね、はい、軍艦がね、こう岸に寄ってくるようなかっこいい島だったんだよ。形のいい島でね。いやこんなになっちゃったか。いやちょっと寂しい感じですね。何回かこう元気印のこの島、見附島見てるからさ、こういう傷んだ島を見るのは心が痛いね。そうですね、見附島の近くで出会った懐かしい人たち、元気でいるんでしょうか。浜中さん、はい、あ、いる、はい、浜中です、はい、先生、いたね、はい、ようこそ、いや、無事でよかった、大変だったね、はい、大丈夫です、ようこそ、鈴までようこそ、はい、松丸君と一緒に来てよ、ご苦労さまです、いつもお世話になります、ね、お世話になります、18年前番組で出会った浜中康夫さん、鈴で母と共にレストランを営んでいました。番組では日頃の感謝を込めて母の大好きな歌を源さんにリクエストしました。花の咲く街よ。この中はどうなの。中はね、それなりに一応店は建ってますけど。お店はやってるの。やってないです、やってないです。母さん、あ、いますよ。中どうぞ入ってください。どうぞ松村さんも一緒に入ってください。こんにちは。あ、母さん、あ、久しぶりです。ありがとうございます。ねえ、いや心配してたよ。ありがとうございます。本当に申し訳ない。ねえ、本当、いや元気でよかった。大変だったね。命だけは。ねえ。当時番組の撮影を見に来たお店の常連さんたちが源さんが来ると聞きつけてこの日集まっていたそうです。わあ、これで撮った時の写真です。ああ、そう。18年前だ。いやあ、みんな変わり変わりませんよ、みんな。ねえ。私若いね。皆さんのうちも大変だったんでしょ。大変でしたね。もう家に住めるんですか、今。住んでます。住んでる。住んでます。なんとか住んでます。なんとか。ここはないもんで、うん、ね、カラオケ一回も歌ってないんで。歌ってない。ああ、そうか。もう歌いたくてうずうずしてるでしょ。そうですね。ねえ。北の旅人歌いたいんです。歌えないんです。今日ちょっと後で歌ってもらって。僕自身は、避難所のお弁当を、まあ、飲食店、みんな何人か集まってやっております。はい、結構数多く作ってるんですか。そうですね、避難所の方が少しずつ仮設住宅とか、みんなそんな感じで減ってきて、少しずつ数は減りましたけど、やっぱりまだまだね、いっぱい多くの方がまだ避難所生活してるんで、とりあえずみんなの分頑張って弁当作ろうかなって感じで、でまたそんでその飲食店チーム何人かおるんで、本当に一人でやるんじゃないんで、心強いです、みんな。そうだね。ああ、そうか。こんな感じで。
じゃあお母さんは避難して金沢にいます、うんうん、あ、金沢にいるの？避難は避難金沢のみんな、うん、そうみんな金沢でいます、うん、じゃあ久しぶりに会え、うん、皆さんとも会えて、そうそう、うん、地震以来みんなで初めて、そう、どうしても今日源先生に、うん、見てもらいたいところあるんです。あ、本当？はい、じゃあちょっと 見せてもらおう。いいですか、うんうん、ちょっとだけ時間ください。 はい、 OK、 ちょっとじゃあ見せてもらおう、うん、浜中さんが源さんに見せたかった場所というのがレストランの近くの神社でした。おお、すごい、ね、で大宮さんも地震で、倒壊しました。そうだよね、そうで早期に、ないもんね、そう解体してくれて、うん、一応綺麗になったんですけど、うん、で寂しいし、うん、宮司さんこれ考えて、うん、全部肩車を前面に貼って、うん、復興に対するお願いをここに書いてやっとろうというのが、これみんな書いてあるじゃない、ほらねえ、孫は大きくなりますようにとかさ、ねえ、元気が出ますようにとかいろいろ書いて、浜ちゃん母さんいつまでも元気で、書きました。はい、いいですね、はいはい、ありがとうございます。書いた、もう、はい、もう一日も早い復興を願う、うん、っていうのと皆さん健康でというふうに、達筆だね、いや入れさせていただきます。うん、そうですね、お帰りください。そうです、ゆっくりゆっくりでいいんです、うんうんうん、これがみんな少しずつ、うん、前に進もうって感じで、うん、ゆっくりゆっくり残ったものが、そうだね、みんなでゆっくりね、うん、頑張っておりますんで、ね、ぜひまた鈴に機会ございましたら、うん、不自由ない？大丈夫？まあなかなか大変でしょ、もうね、うん、仕事をずっと今までしてきたからだから、うん、金沢入って、うん、アパート入ったら、うん、何にもすることなくて、うん、動くのも先歩も動かないんですよね、一日畑物の母さんが ね何にもしないでアパートの部屋に ねじっとしてたら嫌だわ、ね、うんうんうん、こんなんなら亡くなった方が、うん、死んだ方がマシだったわと思った。そんなこと思っちゃダメ、いや、うん、ずっと思ってました。ダメ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 なので、うんうん、なんとか気持ち変えられることができて、うん、嫁さんも一緒にしてくれて、うんうん、で元気ないなと思ったら、うん、あ、ここ行ってこう、ここ行ってこうとかって誘ってくれて、うん、でやっと今、うん、元気になりました、うん、本当に嬉しかったです。ったいやありがとうございます。頑張って、ね、はい、元気で頑張ります。じゃあ、浜ちゃん、ありがとうございます。また、はい、また会おうぜ、うん、また会えること、うん、元気に、ね、元気でいればさ、うんうん、また会えるし。夜の函館霧が辛すぎる